ベンイエデルクッソ強いから使ってほしいってコメントが来たんでね、まあ早速なんですけどね、使っていこうと思ったんですけど、ベンイエデルってさ、正直どうなの？前作からもさ、やっぱり評判いまいちでさ、今作もさ、実際のところさ、どうなのかなと思ってさ、ちょっと使うの一歩引いちゃうんだよね。呼びましたか？お、誰だ？私だよ、ベンイエデルさ。お前いたのか！今作こそは私が活躍してみます。ですので私をぜひ使ってみてください。だがしかし、お前は何が強いんだ？これといってすごく強い能力もないじゃないか。黙って能力を見ろ。お前めちゃめちゃお前もう強気だな。お前主にお前そういう口の利き方気をつけろ本当に。オフェンスセンス 89! そしてこのドリブル数値の高さ、お前すごいな。決定力も80ある。そしてスピード瞬発力、スピードはそこまでないものの瞬発力82、ボディコンが86、そしてダブルタッチ、ルーレット、ワンタッチシュート、スーパーサブ、お前めちゃめちゃ強いじゃねえかよ。そうです、今作こそは私が活躍をしてみせましょう。さあ北スラさん、後半から私を出し、今こそ私の能力を開花させるのです。お前なら確かにやれるかもしれない。ポーランドよりももしかしたらいい活躍ができるかもしれない。そして何よりもメルテンスを彷彿とさせる能力、お前メルテンスとツートップでもういいんじゃないか。まあ黙って私を使ってみなさい。私がハットトリックを取り、あなたに勝利の花をもたらせてあげましょう。おめちゃめちゃ紳士じゃねえかお前。ということで今回ベンイエデル使っていこうと思います。ということで Here we go。はい、今回はですね、ベン・イエデル選手を使っていこうと思いますということで、なぜベン・イエデルかというと、まあ、相手がDB ジョンさんということで、もうこれは前半勝っちゃった状態でベン・イエデルでオーバーキルっていうオチが想像できたんじゃないでしょうかということで、ベン・イエデル普通ですね、まあ後半からね、のっけから出すんで、前半はね、まあ流し見程度で皆さん見ていただければと思いますということで。で、なぜベン・イエデルかと言いますと、まあ、コメント欄で、ベン・イエデルクソ強いから使ってほしいってコメント来たんで、おい、じゃあやってやろうじゃねえかと。視聴者がもうね、おい、来たすら、お前、ベン・イエデル使いこなせんのか、こら。使いこなせなきゃエセイフットボーラーだぞ、こらっていうね、裏を返せばね、そういうコメントとね、見受けたんでね、うん、かっこ冗談ですと。というわけで、キッキングオフされてゆくということで、まあ、YTC、ソン・フンミンがいるので、ちょっとそういったところの選手たちを気をつけながらプレーをしていきたい。だがしかし気をつけたところで何もないんですけどね。これでスルパス綱を通る？通っちゃうんですかね？通らないと。ちょっとね、やっぱりね、ディビジョン1とかと比べてディビジョン3と当たると、まあ、どこかで油断してるんかね。ちょっとプレーの質がちょっと雑なのよね、俺。で、これね、丁寧にやろうって意識してもね、どうしてもね、荒さが目立ってくるんですよね。もうね、本当にこの癖を直したい。だがしかし直らない。これが今のね、現状の北さんの課題。さあ、これチョップタッチマジ最高。何お前。本当に。調子乗んな、本当にまして。これサイドからのこれ、前、はめていければと思うんですけど、お相手しメッシのドリブル。何そのバランス。体幹強くね、マジ。体幹トレーニング、お前高校生みたいにめちゃめちゃバカみたいにやってんだろ、お前ふざけん。お前めちゃめちゃ果敢に狙ってくんな。お相手氏がイケイケモードになってるんですけど、これ本当に一番怖いからね。格下とやるときね、格下とやるときに格下のこのイケイケモードほどめちゃめちゃ怖いことないからね。もう本当に怖いよ、これ。これが一番メンタル的にも何もかもがきついからね。これに勝ってからこそのいいフットボールプレイヤー。もうやばくね、俺。雑どころじゃなくない？これもう本当に。やばいよ、これ3歳児のお食事だよ、これ。雑すぎでしょ。これなんかちょっとキープさせないように、これ切っていきたいが、何してんだろ、俺。おい、やっぱ風見ろなのよ。俺がね、沼ってる時に助けてくれるのは風見ろでこれ通ったんじゃないのということで、ナイス。で、これ、なんでお前ボールをさ、逃がすの？お前ふざけんな、お前小学生になってな、お前な、カブトムシを捕まえる気分でな、お前な、サッカーしろ。頼むわ、お前。
ボールはカブトムシだって気持ちでやればお前取れんだろ。お前ルンメ逃げ、おいおい、この時間になって1点も取れてないのちょっと辛いんじゃないか。これ大ピンチなんじゃないでしょうか。ということきっとこれも繋がっちゃうんですよ。お前オフとか寒いからやめてくれマジで。これ前回動画出した時のディビアンの68、あの人のメンタルがね分かった気がする。焦るわこれ。やっぱりこの時間まで一点も動かないの。あ、来た。はい、神なんですよね。もうアウトスピンなのよ。見た今のアウトスピン。めちゃめちゃ気持ちよくない？だからね、もうアウトスピンはね、今作めちゃめちゃ重要ってことをね、改めて感じさせてくれたわ。ということで、これ落として、で、これでパスしての。あ、ここ引っかかるか、マジか。これ中をすぐにし、よしよしよ、いいぞいいぞビエラ、お前いいぞ、お前守備だけしてろ、もうお前攻撃すんな、な、お前な、これでな、これサイド空いてる、で、ここ見つつ、オッケー、で、これでもう一回戻して、うん、なんかぎこちないパスタが繋がっていくと、で、これ縦空いてると、ナイス、走っていますよ、パスしての、うんうんうん、しつしつ、ここのちょっとね、ビルドアップをちゃんとしないと、マジでカウンターで、どんな相手でもやられちゃうから、気をつけないといけない、これ、あれ、上がってる、お前、攻めさせてやるよ、しょうがねえから、ナイス、いいね、いいね、いいね、さすが。はい、俺の1点よくん。お、いいんじゃないお前。いいね。やっぱダメだったわ、お前。もうダメだ。はい、後半キッキングオフしていく。ということで、来ました。満を持して登場。ベン・イェデル。ということで、これまでも、お、やっちゃう、お前、ちゃうね。お前、しょっぱなからな。いけいけいけ。お前、行けよ、マジで。ふざけんなよ、お前。あの日、スーパーサブがあそこまで恐ろしいと思わなかった、みたいな、お前な、ストーリーの始め。お前、見せてやるよ、マジで。うん、何のストーリーの始めか知らねえんだけどさ。ということで、中これ、もうちゃんとしっかりと、お前、やっとくれ。お前、取れ。お前、もうちょ、めっちゃ早くね。早くね。こっちも、はい、ほんまな。早すぎだろ、マジで。なにこれ。ちょ、やばくない？なに今の。めちゃめちゃ早いんだけど。なに？スペースシャトルよりも早いし、お前、カップヌードルよりも早いじゃん、お前。誰よりも早いよ、これ。ふざけんな、ほんとに。お前、くすぐれ、お前、選手のこと。お前、こちょこちょしてでもいいから、お前、抜け。かわせ。点を決めろ。活躍しろ。結果出せ。いけ。なんか、おい、来た。これも早速。ナイス。お前、神。はい、今の今ではもう神様です。はい、もう私からしたらもう救世主。だって見て、11からの21だぜ。11からの21は何だかわかるか。これ当てて、これ落として来た。これ三角形出てますよ、これ。夏の大三角形できております。これ神、これアウトスピン気持ちいい。で、これでこのまま出していくと。だがしかし、来た。これでチョップタッチしていく。で、これもう一回やる。ナイス。ダブルタッチして、シュートで。あー、神だね、本当に。終始無言になるもののね、もうプレイで黙らせますよとは。こういうことなんですよ。もう喋らない分プレイ、ちょ、お前本当に味しめてんな。ナイスだ。今一番気持ちいい時間帯だし、お前この得点差なんだから、お前。一番いい人が楽しいのよ、こういう時が。うん。俺3-1でもう余裕が、ちょ、終わったわ。ナイス。何？はい、これで、一旦これパスして、ナイス、よかった、今の奪われなのでかい。で、これで落として、一回、ナイス。で、これで、縦、行ってますよ、と。はい、もうどうしますか？これ、楽しい。駆け引き、勝っていく。で、これで、これが強いんですよ、と！神！マジ強っ！いや、もう、思った倍以上強すぎて、もう、俺が一番焦ってるし、俺が一番驚いてるわ。ベイエーデル、バカ強いんだけど。あ、メルテス、お前も、流れで活躍しちゃうか、このまま。俺、パス、違う、俺、ベイエデルにやりたかった、出したかった。だが、しかし、まだチャンスはある。うん、まだ。あと1点ぐらいぶち込んで、も相手のメンタルへし折ろうぜ。うん。もうメンタルへし折るベイエデルで、名を打っていこうぜ。頼むわ。これ、奪って、ナイス。こういう時に落ち着いてセンターバックでね、こう、ちょ、な、あれな、マッチアップするのが大切だからな。来た、これ、最後のチャンスを決めていくと、パスもできると。はい、来た、これで、まだあるよ。はい、これ、ベイエデルで、お前、勝て。うん、まだある。もうねえよな。うん、ねえんだよな。だが、しかし、皆さん見てください。ベン・イェデルがたまたまを持って、このたまたまにどうするかというと、ブチューとしていくということで、ハットトリックを今回かましていけましたよということで、まあ、実際ガチスカでベン・イェデルこれ使ってるんで、皆さんもぜひね、メルテンスだけじゃなくて、ベン・イェデルさんにもね、目をつけてみて、ぜひ使ってみていただければと思いますということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。